おはようございます。簡単マイクの教室、おっちゃん先生の土井です。月火水は機械学習というか、人工知能をテーマに動画を撮っています。今週から今映っているスタックちゃんの AI 版を実際作ってみようということで、今参考にさせていただいている YouTube があって、この知識ゼロで作る手乗りサイズのスーパーかわいいロボット AI スタックちゃん2プラス版というのを作ろうとしています。で、この動画見ていただくと、Windows でできるんですけど、私使っているのは Mac なので、同じことを Mac でやっていこうということでやってます。で、昨日はこのあたりのプログラムを読み込むあたりをいろいろやってきて、このあたりからですね。で、パソコンへのダウンロードとインストールはこれで終わりです。これが昨日終わったことこまころでで。進めたら、ウィンドウを閉じてもシャットダウンしても大丈夫です。で、ここから API を通ややりこましくなょうるとのいうこで、とで。前置きを1回挟みますね。動画作成者は頑張って分かりやすくするから、一旦最後まで聞いてね。ということな3んで種すけ類ど、のちょっと API キー、31つ種類ずのつ取得し API ていキーきがま入れす。ますと。API キーはこんな感じの文字列です。名前にキーで付いている通り、鍵ちょっと API キー。まずチャット2つ GPT の目はキーですね。誰かに知られてはいけませんのちょっと、 API キー。この、だから大事なのはこの3つを取っていくってことなんですね。で、それぞれのサービスを契約するようなところぐらいからのお話があります。スタックちゃんフォルダに API キー保管用のフォルダを作ります。API キーは3つあるので、API キー用のフォルダがあると便利です。というか作ら私なはいとテキ他スのフトァイルとか混なざっんかて消にえま作す。ろうと思ってます。Mac のノートっていうのがあるので、それ作っにた書フォルきダの留めよう中かになと思って。API キーを書くテキストファイルを用意します。そうですよね。テキストファイルを用意してるんですが、私の場合はこのメモ帳をちょっと起動します。で、Mac のメモ帳のスタックちゃんっていうシリーズを作っていて、これの API キーを作ろうと思います。ただ皆さんに API キー見せれないので、私のメモで API キーズと、実際にはここに順番に書いていくことになります。まずチャット GPT でしたよね。チャット GPT で、そのチャット GPT の次がボイスだったかな。で、最後が何でしたっけ？ちょっと戻しながら。これですね。Google クラウドスピーチ。ボイスボーエックス。スボーエックス。で、それから Google のクラウド。ボイスかな？クラウドスピーチトゥテキスト。スピーチトゥテキスト。この3つの API を入れるという手順になりますと。で、ざっとこの動きで順番にいっフォルダて、名やファイル名は ここ自に分で相分か当れすばる大こ丈と夫をなの今で、私画は面ノーのトパッ通ドりでにやすりるま必し要た。はありません。でも後で絶対に分かるようにしてね。どれがどれが分かるようにちゃんとしておきましょうということですよね。では1つ目の API キー、チャット GPT の API キーを取得しましょう。オープン AI のホームページから始めます。概要右欄上にリのンクがあるサけインアップをクリックします。メールアドレスを入ど、力概します。要欄にリンクがあるんですね。緑色の Continue をクリックします。アカウンパストをワード作をる入力ページしまがあっす。て、ここか。これを緑色の新しいタブで開いてみ Continue まをす。クリックします。認証のメールを送ったから確認しろと言われます。今一生懸命アカウント作っこんてなますメよールね。です。緑色の Verify email address ちょっと送り。声を聞きながら早送りで見ていきましょう。これアカウントを作ってるんですよね。で、多分このあたり、これでアカウントができて、
概要欄にリンクがあります。で、ログインしてこれか。ちょっと私の画面そうなってないですよね。まあ、ログインしなきゃいけないんですかね。で、ちょっとログインします。はい、ログインするとこんな画面になりました。何もないみたいですね。これで、まあ、Create New Secret Key、これを作っていくことになるんですかね。あ、今これと同じですけど、こことちょっと違いますよね。こんなの出てないですけど、これを押しましょうみたいになってますよね。で、名前をクリエイトして、なんか名前つけて、クリエイトシークレットキーを入れて、で、クリエイトニュース。あ、で、出てくるので、これをちゃんと取っておいてくださいねと。で、これを保管しましょうと。で、これでコピーを押しますと。ちょっとこの手順がそのままできるか一回やってみます。さすがにちょっとこの手順を移すのは気色悪いので一旦ここで止めますね。はい。無事作れました。ここにシークレットキーが出てきて、これが API キーの初めのあたり、途中これ省略されてますけど、こんな形でできているというので無事確認ができました。これで API キーの、こっち再生進んでましたね。と、ここから別の次のやつですね。1つ目の API キーの作これ成をは保終わ存りしでましす。た。SK から始まる。SK から始まってましたね。2つ目の API キーです。ボイスボックスの API キーを取得します。ボイスボックス、これもありま概した要ね。欄のリンクからこのページを開いてください。開私はきロまボッしトではありません。と、ボイスボックス用の API キーを取得するにチェックを入れます。これにチェック入れるのか。こ API キーの作成をクリックします。れにチェック入れてさ、平こん行なで画すね、面こが出ます。赤れ。枠斜め内でが API キーです。す。あ、映 っちゃったかな、API キー今。の SHA256-8 をコピーするの右側のコピーのボタンを押します。はい、ちょっとやってみます。やってみましたこんが、な画面が出ま今す。の AI キーではなかったで赤すね。枠内が API キーであ、す。これがでも API キーなのか。API キーの SHA256-8 をコピーするの右側のコピーのボタンを押します。ちょっと下にスクロールします。こんな画面が出ると思います。人によるかもしれないけど、もっと下にスクロールするとこんな画面になっています。ログインをクリックします。Google アカウントのログインをします。なんかだいぶ人先によって続くこんのです辺りのね。画面は違うかも。ログインするとこんな画面が出ます。SHA256 API キーの欄を右クリックして貼り付けを選びます。うまく貼り付けできなかった場合は、元のタブで SHA256 API キーをコピーし直しましょう。貼り付けができたら、送信ボタンをクリックします。こんな画面になるはずです。ボイスボックスの API キーを保管しましょう。スタックチャンフォルダの API キー保管フォルダに行きます。ボイスボックスの API キーを保管するテキストファイルを開きます。右クリックして貼り付けを選びます。こんな感じで API キーが貼り付けられるはずです。よし、ここまでやってみましょう。保ちょっ存したら終わりです。ここまでのちゃんと流れ、認ち識ょっしてる。と長いですけど、これぐらいの長さの、これをやってきます。ちょっと映すの気色悪いので。はい。私の場合はもうすでにここで、Google のログイン終わっていたので、Google のログインの画面は出ませんでした。で、まあ、これぐらいの長さのものが入手できたので、はい、最後3つ目保で存すしよたらね。終わりです。最後の API キーを取得しましょう。最後ですね。Google クラウドスピーチトゥテキストの API キーです。これもこれクリックして概みま要しょう欄のリか。ンクからこの画面を開きます。
API キーの中で一番面倒だけど頑張れ。一番面倒なんですね。無料で使ってみるのボタンをクリックします。 Google アカウントでログインします。アカウント情報を入力します。どんな画面だ。赤枠の3箇所で情報を入れます。うん、これで私はもうログインされてるのかな。同意する。赤枠の3箇所です。これが開いたのかな。利用規約の同意です。あ、もうログインされてるのでこんな画面になっちゃいました。分離あった情報を入力してね。利用規約はちゃんと読んでね。うん。どんな画面で、カードとかも Google 他のことで登録してるので。しました。わ。左なんか出て。ああ、私の場合はもう入ってるので。クリックします。API。左上のハンバーガーメニューをクリックします。ちょっと画面切り替えますね。一旦止めて、ちょっと私自身のクラウドのページを見てきて、私はもうなんか無料トライアルを以前にしていて、それを終わっていたので、それを有効化するみたいな形でこんな画面になって、で、まあ、概要とかソリューションとかがあるんですけど、ダッシュボードってやるとここに API があったので、これの概要を進んでこんな画面に今来ています。こう、だいぶ見た感じが違うので合ってるのかどうかちょっとわからないんですけど。なんか出てくるので、API とサービスにあるライブラリをクリックします。こんな画面になるはずです。API ライブラリー。こんな画面。ちょっと下にスクロールすると、クラウドスピーチとテキスト API。これを見つけましょうか。ライブラリありますね。ライブラリを押して、こんな感じになりましたね。で、クラウドトゥースピーチとテキスト API。ここまで来ました。で、この API とセンスかどうかかな。はい、ここまで来てますね。これを押しました。クリックします。こんな画面になるので有効にするをクリックします。有効にするクリック、まあさっきこの画面出てましたね。ちょっとぐるぐるした後でこんな画面になります。うん、でぐるぐるして認証情報をクリックします。うん、ってことでちょっとぐるぐるするところを見てみましょうか。認証情報を作成をクリックします。あ、ここで作るのか。じゃあそこまではいけるんですね。これで有効にするをするとぐるぐるがあって、で、少ししたら、こんな画面に進んでいくと。ちょっと先見てみましょうか。ここで API キーを選んで。ぐるぐるするので待ちます。ここも待って。API キーができました。ああ、ここまでかかるのか。はい。じゃあ、まだぐるぐるしてますね。ああ、ぐるぐる終わりました。で、これを押して、で、なんか大昔に API キー作ってますね。で、これを押して、これを押して、これを押すとぐるぐるでできるというので、これで私も3つ目の API コードができると思います。はい、じゃあちょっと止めてメモ取っておきます。はい、無事 API キー私も3つこの通りにやってできました。これコピーして。クリップボードにコピーしましょう。ここで API キーの編集、カラキーの制限ができますが、動画作成者には分かりませんでした。API キーを保存しましょう。保存しましたね。スタックちゃんフォルダの API キー保存。うん、これも終わりました。あ、次は SD カード用かなんかになってますね。SD カードに書き込むファイルを作りましょう。ファイルをなくさないようにフォルダを作ります。こうしないとファイルはなくなります。フォルダの名前は SD カード用としました。うん、テキストファイルを2つ作ります。うん、ここからちょっと時間かかりそうなんで、まあ今日はここまでぐらいにしておきましょうか。 SD カードを作る手前まで
ということで、今日は SD カードを作る前まで、この元動画で言うと23分4分のところぐらいまでをやってきました。と API 取るのは、私いろんなサービスを事前に使っているので、いろんな登録が済んでると思うんですけど、多分いろんな登録一からすると結構手間取るんじゃないかなと思うので、皆さんも頑張ってやってもらったら、今の画面でもそんなに、動画と違う状態でもなかったので、割と順調に進むんじゃないかなと思います。で、今日が今週の最後なので、来週この続きですね、少し間が空きますが、SD カード等を作ってやっていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水は人工知能、木金土はメタバースをテーマに私が勉強している様子を動画で公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。